終点の長野です。5番線到着いたします。お出口は右側です。終点長野からの乗り換えご案内いたします。高崎、大宮、上野方面、長野新幹線ご利用のお客様、階段上りまして、2階新幹線乗り換え改札口をお進みください。浅間532号の東京行き、14時59分の発車です。8番線停車駅につきましては、新幹線乗り換え改札口にあります。電光掲示板でお確かめになりますか、駅係員にお伝えください。その後新幹線は臨時の浅間575東京行きです。15時11分の発車です。かわりまして篠ノ井線から千代田線入ります。松本、塩尻、木曽福島、中津川方面、特急信濃18号名古屋行きは6番線から15時ちょうどです。篠ノ井線快速列車美鈴号の飯田行き、2番線から15時5分の発車です。品野鉄道線平野城戸倉方面に参ります。普通列車戸倉行きは3番線から15時11分です。この列車終点戸倉の駅から小諸駅にお乗り換えができます。長野電鉄線ご利用のお客様は改札出られまして、電光地口右側にあります近乗り場をお進みください。お忘れ物のないようお支度をしてお待ちください。